こんにちは。やっほー。ねえ、ちょっと聞いてほしい。今日のお弁当ね、めっちゃ美味しそうなんです。キンパ研究所、豚キムチキンパですよ。やばくない？キンパも大好きやしさ、豚キムチも大好きやしさ。え、待って、絶対うまいんやけど。いや、やばい、やばい、これちょっと待って、ほんまに嬉しい。見てください、え、めっちゃ美味しそう。見て、やばい、めっちゃいい匂い。キンパとチキンとサラダ、めっちゃ嬉しい、美味しそう。キンパなんて、うん辛いもの好きかな、どうやろう。食べれるっちゃ食べれるけどな。なあ待って、ほんまに好き。キンパやばい、めっちゃ嬉しいです。嬉しい。食べたことある？ここのキンパ、私初めて見たんやけど。豚キムチ、このソースどこにかけるんやろ。このタレどこにかけるん。あ、こっちじゃん。見てな、なんやろ、これサラダか。え、どこやろ、チキンか。何にかけるんやろ、これサラダか、多分。昨日はね、昼夜公演ありがとうございました。本日も昼夜公演なんですが、楽しみたいと思います。私は好きなのでね、公演。キンパですよ。世代交代、え、これ世代交代で出たことない。え、初めてって言ってましたよ。なんか初めてこれ出た気がしますよ。おはようございます。めっちゃ美味しいわ、めっちゃ美味しいねえ、昨日ありがとう。こよりのオクトーバーの個別写真オンラインショップで購入しました。ありがとう。お見送りで名前呼ばれると照れるねおもろい昨日の昼公演楽しかった、ありがとう。ほんまに楽しかった。久々の世代交代やった。昨日の夜公演気づいてくれてありがとう。ありがとう、こちらこそ。昨日ほんまにキャンマチやけど入りたい。ほんま、いただきます。豚キムチキンパなんよ。うまっ。調べたらお値段お手頃でめっちゃ食べたくなった。え、そうなんや。これでお手頃価格なんやばいやろ。え、めっちゃ美味しい。やばい。なにこれ。空箱持って帰ります。今日のお昼入りを楽しみ、ありがとう。今日は来てくださる方皆さんいますか。 MC のデジャブ現象笑った。え、知らんかってね、ほんまに。やっぱりね、イルミネーションはみんな見に行きたいもんですよね。御堂筋の綺麗なんですか。御堂筋の
行ったことありますか、御堂筋の。こたまだないからさ、なんか大阪にまずなあ来るようになったのがほんまに去年とかやから、去年はあんまりそういうそういった大阪を満喫できるような余裕とかも時間とかもなくて、そう、うまっね、猫になりたいって言ったら分かったって言われて受けた氷もふーとライになりたい、猫のようになりたい。おはまちゆるは近くでいただいたことができて超嬉しかった、ありがとう、やっほー、美味しそうにご飯食べてる小屋さんかわいいありがとう昨日のお茶漬けとどっちが好み？どっちも美味しい。でもクーリーナもともとキンパめっちゃ好きやからさ、もばめとかにも書いたけど、書いてんねんけど、もともとキンパ大好きで豚キムチも大好きやから、神かける神美味しいですね。てんやのルームスに載せてました、てんちゃん。何の動画やろ、何の動画ですか、降臨って言うなら。いただきます。うまっ。チキン美味しいね。確かに写真撮って捨てて帰ったらいいんか。そうそう、なんかクーリー昔そのハンバーガー屋さんのハンバーガーを食べて、もうその美味しさにほんまになんか信じられへん気持ちを抱いたんですよ。もう美味しすぎてへみたいな、もう今度その時感じた気持ちをほんまに忘れたくなくて、包み紙を綺麗に畳んで引き出し入れといて入れてたことがあったんですよ、高1の時ね。初めて食べてそれ、何これ、やばいって思って、ほんまにこの気持ち忘れたくなくて、今も忘れてません、あの時感じた気持ちは。週末に1個4末できるの楽しみや思んない、思んないわほんま。ほんのちゃんかーいほうちゃんじゃな、質問だな。かぶ御堂筋ピンクと紫の部分あって、そんなんと、すごい。今日昼公演をキャンバチありがとう。こよりんがイルミネーションややばい面白すぎ。生誕祭は推ししか入らないかね、そういう方もいらっしゃいますね。私は生誕祭にたくさん出させていただいてますね。ちょっと3回連続生誕祭に出演させてもらいます。犬しっぽ公園楽しみ。イルミネーションと写真撮りよって、撮りたい撮りたい、マジで。てかさ、昨日のおはようツイートで載せたさ写真さ、あれ正味イルミネーションかな、クリスマスツリーなんやけど、夜こっそりと入る、ありがとういつも店内いるから、こよりんペンライト生誕祭ぶりは、来てくれるんや、
イルミネーション綺麗でしたよ。御堂筋は 色が違うねんな。あ、見たことある方皆さんいるね。猫やと思って見てるよ。イルミネーション昨日初めて御堂筋のイルミネーション見てけど、え、みんな行ってるやん。公演後に行くとか、え、めっちゃいいやん。そんなんそんなん、天のサイクス投稿でルームスコよりの主人が、え、天のなんかあげてた。コーリンを劇場に見に行くなら世代交代と NCP どっちがいい。え、分からへん、どっちも違うから、もうそれは皆さんがね、好きなセトリとか衣装とかで決めたらいいと思います。劇場前でメンバーと同じ弁当売れば絶対売れる。はやっほー。揚げ物、衣がなんか特徴的やね。え、そうなんかな、めっちゃ美味しい。これいい衣してる。待って、ほんまに美味しすぎる。ちょっとこの気持ちマジ忘れたくないわ。何口目でも美味しい。お弁当は多分マネージャーさんが選んでくれてると思う。そうやね、高一っていうの紙袋が。おもちさんハートありがとう。さあちゃんハートありがとう。マスオさん、しまもさんハートありがとう。しんねんさん、みつきちゃん、お兄さん、キラキラありがとう。まことさん、おんぱありがとう、ハートありがとう。にんウェン、キラキラありがとう。かなた、ハートありがとう。キータン、ハートありがとう。じゅんいちさん、ハートありがとう。今日の僕は嘘、おんぱありがとう。ハトさん、天使ありがとう。ワタゴン、ハートありがとう。おのちゃん、ハートありがとう。タクト、ハートありがとう。さつきさん、ハートありがとう。にんちゃん、ライオンありがとう。ほしくん、ペンライトありがとう。おもちさん、天使ありがとう。はちみつさん、クマありがとう。中野、雨ありがとう。カナダ、ハートありがとう。マソ、ハートありがとう。メソタコちゃん、ハートありがとう。なんだこれ、なんだこれ、なんだこれ。あ、なんだこれ、なんだこれ。インちゃん。なんだこれ。何座かな、これ。ありがとう。ありがタワーですね。これ、なんだこれ。何、これ何座だ。ありがとう。松さん、雨ありがとう。中野さん、キラキラありがとう。みつさん、キラキラありがとう。これ何、これ、これ何、これ、これありがとう。土日の昼夜、昼公演とかおちと胃袋一緒セットとかマジで。そうな、皆さん食べたいですか。獅子座とは、あ、今獅子座、ありがとう。獅子座、こよちゃん何座やと思う？何座に見える？こよちゃん、獅子座タワーありがとう。インちゃん、こよちゃん何座やと思う？コタン双子座でした。そんなホモピーみたいなボケしません。ホモピーみたいなボケしません。双子座ですね。
これ普通に食べてました、ドア開いたの分かる、さっきね、ドア開いて近重さん通りました、私気にせず配信してます、ほな近重さん何も言わんとこっち見てで通り過ぎて何も言ってない、何も言わんと、だからクヨタン、クヨタンこの画面の向こう側にいるとしたらって言ったんです。え、何した何した、クヨタン何した、クヨタン何した、さっきから何回も会ってんねんけどな、喋ったし普通に朝でも、なんで今更こうやってやってくれたんやろ、まあ優しいですね、目も合ってなかったんけどな、クヨタン、クヨタンずっと画面見てたからで急にえ、なんか止まったから一回手も見えて、えって思って、笑ってたけど哲也さん、雲ありがとう、わ、雲重なってるありがとう、やばい、めっちゃおもろい、無理多分なんかね、 N 公演やからその同期がおらんことやから気にかけてくださってるんですよ、そうなんか前の N 公演一人休憩一人やった時もこうやって一人で、なんやろ、一人でここで食べてたんかな、ほんなら調子はどう調子はどうって勝利かけてきて、調子はどう、やばい、優しいですね近重さん めっちゃおもろい優しいですよね、さあちゃんハートありがとう、うん、優しい優しい、これだ、もう後輩ができたらそんなことしたい、近重さんみたい、やっぱ近重さんいい人ですよほんま、うん、まことさん、レインボースターありがとう、キングキャメロンハートありがとう、なな、ね、面白い優しさっていいよね、こうたも面白くて優しい人になりたいですね、うまっ、ほんまに何口食べても美味しいもん、何これこれなんか使えそう、なんか LINE とかでさ、あ、使っていいよこれ、これめっちゃ美味しい、めっちゃ美味しい、もうこれ無理、美味しすぎて、美味しすぎて無理、これ無理マジで、混ぜて美味しい、これこれ、ここで働きたい、ここで働きたい、俺キンパ研究所で働きたい、働く、これ働く、ここで美味しすぎる、ここ大好きすぎる、めっちゃ美味しい、めっちゃ美味しい、昨日も2回公演だったけど体調大丈夫、全然大丈夫、あの普通に元気なんよな、なんでやろ、でそれをゆみさんと話したら若いっていいねって言われましたなんかどうなんやろ、なんでやろ、ほんまにもう体力がめちゃめちゃついたのかも、なんか私今高3なんですけど、高1高2の時は長距離の持久走があって、冬の体育で、でももう今年はないので、なんか3年生なくて、だからちょっとね、ちょっとラッキーと思って、誰がですか？
また話してた。なんか先近しかさ、そこの自販機でなんか買ったんですよ今。でなんか体調は崩してないけど免疫は気をつけやね。一人で言ってて、いやなんか誰がですかって聞いたら僕みたいな。なんか喋りかけてくれてんのかさ、独り言なのかわからんくて、でもまあ一応拾うようにしてます全部ね。先輩とのジオンさんから写真のね誘ってくれました。優しいキンパですよ。そうそう、キンパ研究所昨日の昼公演は最前から見ました。ありがとう。フィリピンママ。てんちゃん。金髪研究所面接。落ちるで、こうやったバイトしたことないからさ。松さんハートありがとう。食べ過ぎてぷよりんになって申します。いやそれはちょっと気をつけますよ。サクパンさんがこよりんめっちゃ面白いって言ってて、うそやん。サクパンさんも面白い。優しい。松さん、あ、コニーさんも星ありがとう。このキンパの具はあの豚キムチって書いてあった。マジキンパ研究所行きたいんやけど、プライベートで。え、お店なん、そういうお店、お弁当屋さん。キングヨメロンさん、バラありがとう。ハトさん、天使ありがとう。清文さん、ハトありがとう。マジで近重さん、おもろい。キンパでこよかとします。え、皆さんもこれ食べてみて。チカプヨさんもこよまちも癖が。え、近重さんの方が、そう、一応拾うようにしててさ。なんでか拾い、優しいですか、拾ってあげるの。ね、面白いよね、近重さん。なんか、近重さんほんまに面白い、優しいし。今度フィリピンママってスケブ掲げるね、ありがとう。今日の夜行きますね、ありがとう。一応ヒロコヨリンの優しさよ、ありがとうね。かわいい、ありがとうね。キンキャメロさん尊い、ありがとう。キンキャメロさんかわいい、ありがとう。キンパ研究所って今コヨが適当に名付けたの。違うで。そういうとこやで。おもろ。交通費やばいので落とされそう、バイト。そうなんかな。最近何にハマってる？何にハマってんやろ。お芋。私今お芋まだ好きやで、これだ。昨日も買ったし、お芋。キンキャメロンさん、ペンライトありがとう。東京にもあんのかな、どうやろう。どうなんかな。でもこんなん全国展開した方が良さそうやけど、こんな美味しいなら。630円なん？めっちゃいいやん。先日サイゼでエスカルゴ食べて小屋転換してきた。そう、小屋リトテンナがサイゼ行ったら絶対食べるやつ、エスカルゴとシュリンプ。シュリンプです。かずゆきハートありがとう。大阪城公園で夜景のフェス始まるよー。ねえ、お芋ってさ、こんな世界救うよな。昨日の夜紫芋のケーキ食べたわ。
うん、エスカルゴ美味しいよ。最近サイゼ行ってない、行きたい。美味しいよな普通に。もうめっちゃ好きやねんけど。エンナと行ったぶりかな。まこと誰もありがとう。ディアズさんハートありがとう。レンチンのキットで焼き芋作ったらめっちゃ美味しかった。何それ、そんなんあんの。めっちゃ美味しい。すいません。マイシャンが来てくれました。マジ美味しいんですけどこれ。ちょっと働こう。働きたいくらい美味しい。芋食べれへんって野球機何人かいたけど、うやん、芋嫌いな人おらんだろ。昔軽トラで焼き芋売ってたので焼くのはプロです。そうなんや。サイゼ行きたいですか。うん、サイゼくらいならねおごれますね。いいお店。まさやかさんだるまありがとう。石油ストーブで焼き芋してる。ねすごい。今日はユニバ楽しんでる。いつかこよちゃん出てる。Nシップ行きたいわ。よろしくお願いします。ばあちゃんの家の庭かな。蒸し芋とかやったら家で作れるけど焼き芋難しいよ。これ使いますか。あ、大丈夫。これいりますか。いいよいいよ。あ、どうしよう。え、お水かしてお水でどうしたらいいの。苦戦してますな。これ使っていいですよ。私も終わりますよ。いやいや大丈夫なの。みんなよ、今日も元気そうですね。そんなコメントですか。うん、行きました。よかったです。完全にメイクないです。何食べたの。豚キムチキンパです。え、めっちゃ美味しいですよ。今日のね、元気すごいんですよ。キンパ研究所のどこって感じになる。初めてやけど。もうね、すごいんです。めっちゃ美味しい。キンパとか唐揚げとかサラダとかも、ね、え、これあれちゃん、チョレギサラダちゃん。なんかドレッシングがね美味しいんですよ。あ、猫かぶってんの。え、かぶってないです。猫かぶってますか。こより皆さんかぶってますか。これこんな感じです。まいさんがいてくれます。いてくれます。いわいちゃんがいてくれます。初めてですこの弁当は。いただきました。なんかそこなぎちゃんのドラムコラボメニューとか。えー、そうなんや。私はツナマヨキンパにしました。カナタリンボスターありがとう。こんなんコヨタンのファンの人が言わへんねん。猫かぶりすぎて着ぐるみよって。あかんやん。
だって恥ずかしいですよ。普段もっと、確かにもっとうるさいよな。はい、まあ、でも頑張ってくれてますよ、先輩の中に揉まれながら。うん、楽しいですね、やっぱり N シップ公演は。ほんま、はい、思ってないやん、もう何よこの人。楽しいです。楽しい、どういうとこが。セットリストがもう踊ってて楽しいです。セットリストだけ、メンバーさんも面白いです。ほんまに。ちかしげさん、はい、ちかしげさんもいいです。ちかしげさんも言ってさ、まあ、よかった。猫かぶってんな。ほら、みんな言ってるよ。だって何しゃべったらいいか分かんなくなるじゃないですか、先輩と。はい、一番仲良い先輩誰？でもね、そんなね、あんま喋る機会ないですよね。うん、ゆみさんは？ゆみさん、あんま合わないですね、仲良い。はい、なんか休憩の公演始まるまでとか結構あってた。あ、そうです、そうです。リハに来てくれたり、うんうんうん、あやぴょんさんとか、うん、そうなんや、喋るかもしれないですね。なんか意外。意外か？どこつながり？わからないです。そうなんや。恥ずかしい、恥ずかしい。わかんないな。マイシャン、おもろいですって来てます。いや、何もしてない。え、十何歳って？18です。あ、じゃあ、あんま変わらん。マイさんとですか？21やばい、3つ変わるか。はい、え、今年18になったと。はい、参考したでしたわ。そしたら、中学と高校もギリ被らない年ですね。うん、ほうか。会うことなかったね。はい、 NMB なかったら。 NMB、 そうですね、ほんまに。見て、こよりん、こよりん NMB で過去一やばいと思ってますって。何したん？え、そんな、何しでかしてきたん？この人何ですか？そんなやばいことしてるんですか？コータ何した、皆さんに。そんなだよね。そんなすごいんや。もうちょっとそれをあれします。その N シップで開花していこうと思います。よりまい、わ、みゆきさん並みの逸材、そりゃすごいぞ。どこでも。いや、なんかね、どういうことそれ。めっちゃ声通るような。通りますね、フヨリンって。へにょへにょやし、へにょへにょなんですよ。めっちゃ声でかいもん。声でかいですかね。フヨリンって違う部屋おっても声聞こえんでも。知ってた？自覚してた？だから、あの楽屋におってもリンク部屋の声とか出る。全然聞こえないんだよ、コヨリンって実は。え、なんかでかいっていうか、通るですか？どっちもじゃない。だ、いいと思う、それは。あれ、あれに向いてますね、舞台。あ、確かに。舞台女優とかはあんま興味ないの。ん？舞台、何したいの、コヨリンは。私は、まだ模索中なんですけど、いい、小学校2年生の時に、うん、なんだっけ、あの世界一な、な、長い、名前長いやつあるじゃないですか、ジュゲム、ジュゲム、うんうん、その劇をしたんですよ、うん、主人公。頭をどうしたかかっこいいな。頭を2段コップができる役、わかりますか？そうか。え、結構、うん、主人公の1個下みたいな感じだと思うんですけど、うん、その役を、うん、あの、しますって言って手挙げたんです、うん、自分で、
ね、もう練習もして、うん、しかも練習の時からちゃんと自分で持ってきた衣装も、うん、ジンベエ着てやってて、うん、でちゃんと泣いた真似もしたり、うん、あー痛いよーっていう役だったんですよ。それでめっちゃ練習してるのに、うん、当日風邪になっちゃって出れなかったんです。だからそこからもう舞台には立ってないです。きっかけやん。どんなきっかけなんそれ。そうそう、主人公に叩かれる子やですね。ああ叩かれて、うん、名脇役やなじゃあ。そうです。うん、オチの役ですね多分。ああ痛いよって言ってないやないかいみたいな、3個分ないやないかい、うんうんうん、で10ゲーム10ゲームって踊るんです。そんな劇あんの今。え今そんな私小2ですよ。教員の時なんで。ジュゲームの舞台とかでも初めて聞いたと思う。そんなんあるんや。うん。うん。そうか。すごいな。やっぱやってきたことがちゃう猫より。でもそんなね、大した人生じゃなかったですよ。いやいや、さっき隣の人、フィリピンママになってました。確かにな、フィリピンママみたいな喋り方するよな。わざとするんです。そんなフィリピンママ、フィリピンママ違います。あ違う、日本です。日本ママ、日本人か。日本と日本です。あの、純ってことね。はい。どっから出てきたの、そのフィリピンママは。わかる、なんかテンナが、まず池田テンナがよくそういう喋り方をしてて、私も真似たら映っちゃったよみたいな感じなんです。もろやっぱね、同期がいたらね、うん、巻き込まれて、うん、あのはっちゃけちゃいます ね。そのなんか自分が巻き込まれてますみたいな。違うですよ。巻き込んでる側じゃないの、クヨリンが。全然違いますよ。ほら握手会行ったら一方的に話されて終わりました。なんでやねん。聞いたってよちゃんと。え、喋りたいことあるなら喋ってください先に。いやでもそのでも圧にやられたんやって。フィリピンママの、フィリピンママ止まらんから。ファンの方ややばいですね。でも握手会ってどうなんですか。なんかファンの方が喋るんですか。なんかまあ人によるよな。なんかでもちょっとでも間が空いたらもう話すかも。あ、多分これは受け入れ体制やなと思ったら行くし、うん、こんにちはって来て、うん、こんにちはで喋らなかったらもう私が喋っていいですよね。あ、そこはいいと思う。え、じゃあそれでしたよ絶対。だってそんなかぶせませんよ私話に。でも圧がすごかったんじゃない。もうおしゃべりマンの面白い。そうなんや。ほんまにこよちゃんめっちゃ喋ってくれる。うん、マジで喋りたがりすぎてこっちがなんとかとか言われますね。私が喋りたがり、話してくれるのってありがたいよな、多分ファンの方からすると。そうなんですね、話してしまうタイプやけど、自分から、うん、自分から喋る、いろんな人いますね。話してくれる方が嬉しい。まあそうやな。でも話伝えたいことがある人とかもきっといるし、いらっしゃるやろうし。確かに。やっほー。みんなの知ってますよ。今日は N シップの初めての昼夜ですね。え、しんどい N シップ。え、全然です。マジ？はい、なんかしんどくないんです N シップ。え、もう休憩がしんどいからかな。いや、多分そうです。休憩は曲数圧倒的に少ないのに、うん、なんか N シップの方がね、なんか終わった後にの体が軽いんです。スカッとしてるっていうか、なんか多分不毛だと思うんですよ。ああそうやな、うん、それでかいわ。
不毛ね、ワンハーフとかじゃないから、うん、不毛のフルきついな。はい、マジでなんか元のな夢中ライブがそんなに運動量少なかったの、割とやばいですか。もうあかんもうあかんねん、うん、いやもっとチーム名、それこそ私とかゆみさんとかかりんさんとかは結構苦しんでますね、うんうんうん、あーそう、なんか言ってました、ゆみさんも。めっちゃしんどい、もうあかん。なんでも見てもたな、どうしたらいいかわからないじゃないですか、画面は今のがどうしたらいいかわからん時の顔なんや違いますよ、たまにするんです。あ、決まりない、ユニシップしんどくなる。そうだから、それこそ元 B2 のメンバーとかも何倍顔開花宣言公演がむっちゃ体力使うからあんましんどくないよみたいな怖いですね、うん、映り込みをやろうは、うん、私結構30分くらいしてますね、多分もう他ある大丈夫、うん、もう練習してきますね。ごめんな、邪魔して。すいません、私がここでしてるから、うん、読みますよ。13位、かなた、ありがとうございます。12位さーちゃん、ありがとうございます。11位まことさん、ありがとうございます。10位ほしくん、ありがとうございます。9位キングキャメロンさん、ありがとうございます。8位チーネー、ありがとうございます。7位ハットさん、ありがとうございます。6位コニーさん、ありがとうございます。5位マツさん、ありがとうございます。4位おもちさん、ありがとうございます。3位吉村哲也さん、ありがとうございます。2位はちみつさん、ありがとうございます。1位インちゃん、ありがとうございます。皆さんありがとうございました。もうマシンガンでバーっていってすがにできたんですけど、 Thank you for watching。 次、あれが一番最後までいやでも NCC 超えた。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければグッドボタンこれいつも言ってるんですよ、うん、グッドボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。次の動画もまた見てね。バイバーイ。すげえ、バイバーイ。YouTuber